はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。6日目、100ポイントゲット。はい、今回はね、前回邪神カチカチをゲットしたんですけど、今回はねちょっと1日遅れになっちゃうんだけどガシャをやりたいと思います。まあ、というのもね、イベントマップね最終に邪神カチカチ出てきたんだけど、ここねアイテムがねコインとかが落ちるらしいし、スキルも G ボンも落ちるらしいということで、なんか高速周回できるだけしてみたいんだよね。そうするとやっぱプニ神様いた方が楽に短縮時間もね短く回れると思うので、なのでぜひねちょっと運が良ければ出ればいいかなっていう感じでプニ神様ね3アカウントを回していきたいと思います。まあ正直出るとは思ってないけどね、 1.2%、まあもみじ姫と秋岡美、まあ特にもみじ姫だよね、横取りで欲しいので、まあどっかのアカウントでね、次のガシャどうなんだろうな、もしかしたらこの4体ガシャ来るかもしれないんだけど、まあまあなんで10連ずつぐらいやりたいかなと思います。ニャンボがもうすぐ終わりかな、10月6だから今日で終わりかな。はい、ということでちょっと一回運落としてからやりたいなと思います。コインってドロップした人いいのかな、どんぐらい、多分ああいうのって 1% ないぐらいだからね、100回回ってワンじゃないけど、かなりコインって落ちづらいと思うんだけどね。はい、じゃあ行きましょう。いやー結構コメントとかいただくと渋いよねこのガシャね、赤とかね。あー、とりあえず金が1個ある。あー2個か、まあまあいいでしょう、赤にはまだチャンスがあるんでね、行きましょう。猫また、福竜トンマン猫また最高、頼む止まってくれ、いいよポップ青鬼。さあもう一個、本当はもみじ姫が欲しいんだよな、よいしょ、お来い、ズワーン、お、やったー、これで横取りチャンスです。これはいいガシャだ、 0.6% 来ました。やっぱやってよかったな、あのもみじ姫と言います、よろしくお願いします。いやー賭けに勝ちましたねこれ嬉しいね、ちょっと後でね見ましょう。じゃあもう10連をサバカでやりましょうか。はいはい、じゃあ行きましょう。このサバカはね、そうだ、麺屋会言うの忘れたな、優勝回数20回、まあだから100勝したんだよね。でなんとね、そうスキルまで溜まってるんだよね、ただこいつがね25回以上やんないと出てこないんで、まだちょっと参加できないんだけど、まあちょっとかなり運が良かったね。メインアカウントはまだスキル揃ってないんだけどね。はい、じゃあ行きましょう。いやいや、そうだ、このアカウントそういえば結構プニなんちゃら持ってたんだ。でも今回のイベントって新妖怪多いよね、やっぱ赤だ、ちょっと、あ、でもいいや、 C ランクだからな。さあ行きましょう。特にサバカなんかね絶対プニ神様いないと勝てないんでね、頼むぜ。 Y ポイントもまあまあ稼ぎやすいかな、特にああ1個か、邪神カチカチのミッションとかいいよね、300もらえるからね。金やった、シェバラックだったか、あそこの封印解くだけで300ね、1体300もらえるからありがてや。金
あ、金じゃない、福竜だ。福竜アニメで出ましたね。福竜に取り憑かれると大変なことになるね。ケータが絞り取られてたね。幸運を維持するために。しかし最近のアニメすごいね。下品、下品だよね。ケータがまた頭おかしくなってたな。あの前向きな頭おかしくなるならいいんだけど、今回かなり変態だったね。お、また止まった。金、金、金、金。あー、シシシコマ。さあラストの金いきましょう。頼むぜ。よいしょ。お、止まった。え、金だよ。うわー、やりました。これ神引きだな。いやー、ありがてえなこれ。ちょっともしかしたらこれでこのサブアカ倒せるかもしれないですね。プリチーなんだね。じゃあもう1アカウントいきましょう。はい、そしたらね、3番目のアカウントね、3番目のアカウントも100勝で、スキルがね、こんな感じ。100勝だよな。あ、もうちょい勝ったかな。まあ、100勝だな。20回優勝なんで、同じです。さあ、行きましょう。そう、カチカチコインをゲットするためにね、3アカウント100勝したんだよね。いや、いいガシャだぞ、今回。さあ、これで運を落として、赤なめじゃない方出たな。アニメでな。変態ケータすごかったね。変態ケータ、さあ行きましょう。オッケー、とりあえず金は1個は出るか。お、すごい、4個も出た。これはチャンスですね。ハングリー G。さあタップしていきましょう。このコマさんとかコマジロの A とか出るね。 OK。 うん、シンディ懐かしい。シンディを助けるために冒険してたんだよね、確かね。人間サメに戻すためだっけ。さあ金上からいきましょう。うん、なんかいいんじゃないこれ、期待が。おお、なんか3アカウントで違う種類のこれ。1アカウントでやってたらコンプリートしてたんだな、30連で。秋狼か。できたらね、もみじ姫がいいんだよね。これ 0.6%。今回 SSS 以上全部出たな。おお、スノーラビー。スノーラビーアニメでも出たね。さあ、ラストいきましょう。ああ、SS 以上3体は30連でバラバラで出ましたね。よいしょ。OK。うい。うひゃはははは。マジか、これはすごいな。これちょっと皆さんよろしければね、あのグッドボタンお願いします。ちょっと自分でもなかなか Z ランクが2体出たの、10連で2体出たの初めてだな。はい、じゃあちょっともうこのアカウントでいいかな。ちょっと信用会見てみましょう。はい、そしたらね、必殺の秘伝書はないので、ちょっとまず秋狼プニプニ工場長の、あ、これで秋狼がいるといいね。ダメージアップ、覚醒プニプニ工場長を倒せるかもしれないんだ。あ、ちょっとやる気出てきたな。サブアカでもなんかいけそうな感じになってきましたね。ということでポカポカなんだね。うん、そしてこっちもね、プニプニ工場長もダメージアップだし、邪神カチカチにもねダメージアップですね。いいね、プニカミの眼差しって。 G 技もね放てるので、
いいね、これでちょっと全アカウントいい感じになってきました。じゃあちょっと必殺技使えないので一回ね使ってみましょう。カチカチやるか。まあこれもみじ姫がいたらね、こいつらダメージカットあんだけど、まあまあまあ、あヌラリやればよかったかな。まあいいや。一応まだ倒してないんでね、なるべく、あーもっと強いやつってやった方がよかったな。必殺技両方見れないかもしれない。いやいやいや、ちょっと最後にもみじ姫を見て終わりにしよう。ちょっともみじ姫が一番、あーでもな、おちょっと G 技じゃないけど使っちゃいましょう。え、本当はどうやるんだったんだろう。まあいいや、ちょっと山おかみは、お使える。じゃあこれでちょっとゲージをゲットして、さあじゃあ山おかみ、あー使えないと思っちゃった。まあいいや。早いなこれ、フィーバー早いんだね。まあまあまあ、とりあえずこれでちょっとサブアカもね、ゲットに向けてちょっと頑張っていきたいなと思いますね。はい、いいね。封印、うん、ヌラリン勝てるかなこのアカウントで。はい、ということで今回はね、まあ一応かき集めた30連で SS 以上はね、 SSS 以上全部出たということで、なんとプニカミ様2体出たということでね、うん、なかなかのかなりのガシャでしたね。そしてメインアカウントね、これ戻ってきたんだけど、今回ね、もみじ姫がゲットできたんで、最後使って終わりにしましょう。邪神カチカチ、横取り時のね、強さアップと邪神カチカチでね、パズルでダメージアップとダメージダウンがあるんで、ぜひちょっと使っていきましょう。うん、もみじ国の姫なんだね。はい、じゃあ、プリチーだな。これはどうなんだろう、ベースは百鬼姫なのか吹雪姫なのか。どっちなんだろうね。さあじゃあ行ってみましょう。じゃあヌラリ戦ってみようかな。ヌラリが倒しやすくなるかな。あれ禁止になるの。ああ、じゃあいいや、この鎖姫で。そうか、そうするとあれか、ニョロロンが使えないんだよね今回ね。だからあのゴコオロチがね、ゴコオロチはね、僕土の子が使えないんだね。一応こ508の攻撃だけど、101ということでかなりのダメージカットになるね。これすごいな、最近の工場長もそうだったけど、ダメージカットがえぐすぎるな。さあ邪神カチカチも前回の動画でそういえば見せてないので、今回ね、技放ちたいと思います。あれ、あーそういうこと、ひどいな、必殺技見せたいと思ってきたのに、まさかの、まさかのやられたな。技ゲージ吸収されちゃいましたね。あやとり様みたいなやつ。さあ一応これで倒れちゃうかな。ああ、なんとか夜行みたいなやつだね。あ、強えわ、そりゃそうだ。なるほど、これはヌラリも楽勝できそうですね。ということでこのアルマゲドンは打てなかったけど、 Y ポイントはこんな感じか。これだったら今ね、なんだっけ。ここはすごい偏りがあって最後ピンクが取れないんだけど、こっちの方はね37ポイントだったかな、うん、あのエマ武道会、ヨーマイチ武道会の方はね、なんでヨーマイチ武道会の方があのまあ回りやすいのかなっていう感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。
よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、すごいガシャだったね。あのどうだったんですかね、皆さんのコメントもよろしければ教えてください。はい、じゃあそれではまたね、次の動画でお会いしましょう。横取りもうできそうだね、頑張っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。